こんにちは、カツオです。今日は2023日の1月の24日ですね。本日より、新しい企画って言ったら変なんですけど、動画の、シリーズとして、自己管理と成功というね、ちょっと、そういうテーマでですね、ちょっと動画を上げて、ちょいちょい上げていこうかなと思ってるんですけど、今までね、私ね、カツオチャンネルダイエットっていうね、テーマでね、ちょっとツイッターメインにね、ちょっと、いろいろつぶやいて情報発信とかしてましたけれども、昨日の動画で話した通り、僕がこの YouTuber 活動として、根本として伝えていきたいことと、ダイエットっていうのをちょっとね、その言葉のイメージとか、ちょっと乖離があったので、ちょっと軌道修正的な感じで、自己管理と成功というね、キーワードでちょっとね、やらせていただこうと思ったんですけれども、このテーマの意味合いとしては、その人間ね、私たち人間が、人生を生きていく上で自己管理というものにちょっと重きを置いて、自己管理をね、しっかり、やっていくことで、人生の成功を目指していこうというね、ことでありまして、で、ここで言う成功というのは、その広い意味での成功でしてね、幸せな家庭を築いたり、自分の好きなことをね、して生きていったり、些細なことで自分をこう責めたりしないで、自分ありのままの自分をね、受け入れて認めて、そして、大切な人を作って人を愛せるようになることっていう、そういうね、広い意味での幸せというものを、ちょっと意識して、そういったね、成功というのは誰もがね、やっぱり、ね、追い求めているものだと思いますけれども、やっぱそれをね、手にしていくために大事なのは何かなって僕考えたとき、やっぱ自己管理なのかなと思いまして、この自己管理って言葉もね、ちょっとね、いろいろ意味合いがあると思うんですけど、僕の中では結構その、結構もうこれも結構広い意味で、日々のただのその規則的な生活とか、そういう事務的なことだけじゃなくて、その内面ですね、人の内面、メンタル的な部分もちょっとフォーカスして、ついつい僕ら人間ね、こうダメだと分かってでもお菓子いっぱい食べ過ぎちゃったり、パチンコとかギャンブルにのめり込んで、自分が破産してしまったり、大切な人なのに支配するようなね、性的な関係を持って相手を傷つけてしまったり、そういう形で自分でね、頭ではダメだなとか、できないなとか、本当にこういう人を傷つけてばっかりだなって頭では分かってんだけど、でもできないっていう、それを直すことができないっていうのは、やっぱりそのメンタルのね、その人としての弱さとか未熟さとかね、人生の課題とか、その自分のね、メンタルがね、やっぱりこう大きく関わってると思うので、もっと掘り下げて言うと、私たち人間ね、それぞれね、やっぱりその心の空虚さとか、寂しさとか、それに伴う、耐え難い気持ちとかっていうのが、あって、それがね、インナーチャイルドっていうね、考え方にも繋がっていくと思うんですけれども、心の中にぽっかり空いてる穴というね、表現もされることはあると思いますけれども、そういう心の中の満たされない、耐え難い、辛い思いが元となって、やっぱりいろんなね、依存行動とかにね、走ってしまうんじゃないかなと思いますので、アルコール依存とか、セックス依存とか、ギャンブル、ドラッグとかですね、自分ではダメだと思ってるのに、やめられない、それで破産してしまったり、人を傷つけて人間関係崩壊してしまったり、もうその幸せな人生とはね、こう離れどんどんね、乖離していってしまうというね、人生そんなことにならないために、じゃあね、どういう風にね、そのメンタルの心のね、心の弱さとか空虚さとかインナーチャイルドとか全部含めて、自己管理をね、どういう風にね、感じで、やっていって、より健康的でね、より建設的なその日々のね、日常生活を送れるようになって、成功を手にしていくことができるのかっていうね、テーマでね、私カツトンがね、感じるね、考えることを、価値観をいろいろね、話していこうかなというね、シリーズであります。具体的なね、話の内容として、今イメージしてるのは、ツイッターでもね、ちょっと報告、情報発信してますけれども、食生活、少食の実践によって、で、肥満の状態からね、こう引き締まって、健康をね、目指していくこととか、日々の労働のね、アルバイトとか仕事とかしていく、忙しい中でも、どうやってね、こう、自分のね、スキルアップのため、自己の成長のための、時間を確保して、それをね、毎日積み重ねて、成長して、いけるかとかですね。あとはね、メンタル、内面の問題として、やっぱインナーチャイルドの癒しとかね、そういう概念とか考え方とか、生きづらさのね、根本となってる、考え方とか価値観って何なのかなとか、自己否定とか何なのかなとか、ありのままの自分を受け入れるって何なのかなとか、人をね、本当の意味で人を愛せるようになることって何なのかなとか、まだまだ未熟な人間ですけども、今までね、8年間のニートで、地獄のニート生活で辛かったんですけど、そういった、非常に辛いね、期間というのも僕はありまして、でもそれを乗り越えてね、社会復帰して今まで来たので、そういうね、体験の中でね、いろいろ感じることを、語ることはできるんじゃないかなというふうな思いもありますし、という感じに思っております。はい。
じゃあね、まあこの動画がね、まあ一応その自己管理と成功というね、シリーズの動画第1弾ということで、何をお話しさせていただこうかというと、じゃあその根本のね、まああの大前提としてのその人生の目的っていうね、私たち人間のね、生きる人生の目的っていう何なのかっていうね、まあいろいろね、あると思いますけれども、僕の中のイメージとしては、感動を経験すること、そして幸せに生きること、じゃないかなというふうにまあ思ってまして、まあ、大金を稼いでね、まあ、お金持ちになって、まあ、それも一つのドリームだと思うけど、でもそういったその、まあ、物質的なものというよりは、やっぱりそれより、内面的な、精神的な、まあ、もっと言ってしまえば、霊的な、まあ、そういう部分にフォーカスしております。感動を経験することっていう部分に関して言うと、まあ、いろんなね、形がありますけどね、美味しいもの食べて、なんか感動とかね、あといろんなところに旅行に行って、こう風景を見たりね、人と触れ合ったり、場所の文化を感じたりとかして、感動するとか、あと人を愛することができた時の感動とかね、今いろいろありますけれども、で、この部分に関して僕ちょっとね、少し人、個人的にこう強く思ってるのが、じゃあその感動を、まあ、感じやすい人と感じにくい人っていると思うんですよね。何に対しても好奇心旺盛で、いつもなんかね、こう、なんか喜びとかね、感動と共に楽しく過ごしている、人もいれば、何を見たり聞いたりしてもなんかこう、まあ、何もね、特になんかこう、浮かんでくるこう感情とかなく、感性が止まってるというような、なんかこう、まあ、あんま生きてて感動することないなっていう人もいる。まあ僕もね、結構学生時代そういう感じだったんですけど、その後者の、その、あまり感動することがない人のために、僕が何を伝えてるか、いけるかって言ったら、まあ僕自身ね、まあもともとその感動とかあんま感じない人間なんだけど、今はね、すごくまあ感動とかね、いろいろ日々感じるような人間になれたので、どういうふうに、なんで僕が感動できるような人間になることができたかっていうと、それは、自分の本音をしっかり感じきって生きるようになったからですね。別の言い方をすれば、ネガティブ感情をしっかり自分でそのまあごまかしたり蓋したりしないで、しっかりその感じきる生き方をし始めたからですね。まあインナーチャイルドっていうね言葉も関係ありますけども、まあインナーチャイルドに癒しを始めたからっていう、まあそういう言い方もできると思います。学生時代ね、ちょっと訳あってね、まあずっとね、小学校ね、中学年ぐらいから、大学生の途中ぐらいまで僕はそのネガティブ感情をですね、まあ全然感じない人間とはですね、その怒りとか悔しさとかっていう感覚がなかったんですね。で、それと同時になんかこう、これが好きだとか、これがやりたいとかね、ワクワクする気持ちとか、その何かを見て感動するとかっていうのもなくて、なんかネガティブもないし、ポジティブもないし、何もないっていう感じだったんですよ。なんかこう、ただその感情がドンマしてるというか、ずっとその白も黒もなくて、ずっと灰色って感じで生きてて、で、からくりとしては、やっぱり結局そのネガティブ感情を、やっぱこう感じる、ネガティブ感情を感じることってやっぱしんどいことですから、人によってはやっぱそのもう感じてる、もうネガティブ怒りとか悔しさとか嫉妬とか、感情を分けようってこう辛いから、自分一人で処理できないから、だからもうその感じないようにしようって蓋して生きてる、人っていうのは結構ね、少なくないんじゃないかなと思います。でもそういうふうに、ネガティブ感情を封印すると一緒にポジティブ感情も封印されてしまうというね仕組みになってるんじゃないかなと僕は思ってまして、まあ自分の体験としても怒りも悔しさも悲しみも寂しさも嫉妬も何もねネガティブなのも感じないけど、その喜びとかやりがいとか感動とかこれが好きってこれがやりたいとかいう何もこう感じない人間でこうまあこういう感じない状態で学生生活をずっと過ごしてて、まあ今思い返せばね青春時代がね本当にねまあ本当にこうまあつまんなくて寂しくてなんかこうまあ悲しいなっていうね、まあ、もんなんですけど、大学生の終わりぐらいですかね、ふとしたことがきっかけでネガティブ感情をしっかりね感じきっていこうというふうにこうまあ転換しまして、それと同時にねもうなんかやりたいこととかねこういうふうにして生きていきたいとかねこう生きがいとかワクワクとかっていうのも同時に生まれたんですよ。これはなんか印象的なね出来事としてよく覚えてるんですけれども、で大事なのはネガティブ感情怒りとかね悲しみとか嫉妬とかそういうのを、まあ、人に対してあんまりこうそっくりそのままこう全部伝えていかない方がいいということですね。それはやっぱり危険だし人を傷つけたりするし、トラブルとかね、人間関係の崩壊とかにつながってるから、そこはやっぱね、時にね、伝えることも大事だと思うけど、基本的にはその自分の中で、その感情を、自分の中でこう、しっかり感じきって、内観して、自分と向き合って、そこで、感じきっていくっていうことですかね、感情を感じきっていく。ね、場合によっては、もう、涙が出てきて、ボロボロ一人で泣いてね。
僕は泣くことっていうのはすごくいいことだと思うので、まあその悲しみのね、デトックスというかね。いやもうむしろ本当に泣くことなしに心の回復っていうのはありえないというふうに僕も思ってるんで、僕もね、まあニートの時はね、こうまあ中心にこうもうアグ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 ずっとね、まあ泣きながらね、過ごしてましたけれども。で、よくね、そのまあ映画とかアニメとかでね、泣かないでっていうね、まあ言葉ありますけど、僕としては、まあ泣くことはすごく大事だと思うから、むしろ大切な人がね、こうまあ泣いてたら、泣いていいよみたいな感じで自分の胸を貸してあげて、いっぱい泣かせてあげて、悲しみを全部ね、出し切る、手伝いをしてあげることが大事じゃないかなと思うので、まあ、泣かないでっていうね、言葉を僕は、まあ、口にしないんですけれども、という感じで、まあ、ちょっとね、いろいろ喋らせていただきましたけれども、生きてて感動とかね、喜びとか、あんまね、そういうのがない人は、まあ、ポジティブ感情とセットになってるであろう、ネガティブ感情に蓋をしてごまかして、こう、まあ、抑え、抑圧して生きてるからかもしれないというかね、まあ、そういう可能性としてね、まあ、僕の体験だとともにちょっと伝えていきたいなというふうには思ってますね。あと、まあ、僕の思う人生の目的のもう一つは、幸せに生きることというか、ね、ことに関して、これをもうちょっとね、掘り下げて言うと、やっぱりその誰かをね、幸せにすること、イコール自分の幸せなのかなというふうには思ってて、まあ、困ってる人がいたり、こう悲しんでる人がいたらね、少しでもそのまあフォローしてあげたり寄り添ってあげたりして、まあその人のね悲しみが少しでも癒えてね、その人が立ち直って幸せにね生きていけるようにっていう、そのやっぱり他者を思えるその貢献心っていうんですかね、みんなが喜んでる姿とか楽しんでね、こう嬉しいって思ってる姿とか、そういう人のね幸せがのを見て自分がなんか満たされて幸せだなっていう、やっぱそれがまあ幸せに生きることかなっていうふうに思ってるんで、それがやっぱ本当の意味で人を愛せることということにもつながってくると思うし、じゃあどうやったらねそういうね精神状態になることができるのかって言ったら、やっぱまあ自分いじめをやめたりね、自分自己否定、自分を責めることをやめるっていうのがまあやっぱ鍵になってくる、まあインナーチャイルドの癒しというかね、自己需要というね言葉も言われますし、まあ自己需要こそが心の回復であるというね、まあそういうふうにおっしゃってる方もいますし、まあ僕もねそうだなと思いますし、あという形で、まあやっぱ自分自身の幸せな生き方というのを追求していくと、やっぱどうしてもね、まあ、自分自身のこう内面というかね、心の問題とか、その自己否定、自己需要とか、そういう問題にもね、絡んでくると思いますので、僕のね、まあまあ経験談とともにね、少しでもなんかこう、まあいいものを伝えていければいいなと思っています。それでね、まあこの情報発信によってね、まあ同じようなね、まあ苦しみとかね、悩み抱えてる人にね、とって何かこう、ちょっとでもヒントになってね、幸せに生きていくためのね、きっかけになれればいいんじゃないかなと思ってますね。はい。という感じでね、今日はね、ちょっとまあざっくりとしたね、全体像をね、ちょっと語らせていただきましたけども、自己管理と成功、うん、まあこういうね、テーマ掲げましたけど、いや、非常にね、そのまあ範囲として広いというかね、まあ僕がね、まあこうチャンネル、YouTuber 活動を通して伝えていきたいことの、まあ割ともう本当にもう、まあ8割、9割ぐらいなのかな。という感じなので、まあ何かのね、こう企画っていうよりは、やっぱりまあその活動チャンネルの YouTuber 活動としてのそのまあ、方向性を今一度ね、ちょっと言語化して、まあちょっとよりね、まあ視聴者の皆さんにもわかりやすいように、まあ くくりにして伝えていきたいことは何ぞやっていうね、その目的とはね、その目指す方向性とかね、まあそういうのちょっともね、まあ、少しまあ今回ね、クリアにね、できたのかなというふうに思っております。はい、ちょっとね、長い話になってしまいましたけど、今日は以上にさせていただきます。まあ、まあ、いろんな形のね、動画でね、このテーマに沿って、いろいろ伝えていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあね、活動チャンネルのね、自己管理と成功、ちょっとテーマにしてやっていきます。よろしくお願いします。あなたのニーナチャリド、今日も元気、活動でした。